伝えてきてね、頑張ってきてねと言われました。私は私の目で見てきたことをここで発表したいと思う。私たちは今年5月3日から5月6日まで東北被災地研修ツアーへ総勢29名に参加した。このツアーの目的は被災地を訪れ現地の声を聞き体感すること。そのことにより地域での防災活動の役割を私たち子どもが自分たちで考え、災害対応のシナリオやルール作りを行っていくことである。私たちはまず東京駅から仙台駅に移動した。3日間を通しての移動は主に仙台、神奈川、石巻、雄勝、南三陸、気仙沼だった。私はこのツアーで一番心に残ったことは、初日の夜、神奈川情報交流センターにて震災当日を再現した釜石の奇跡を見たことだ。子供は大人だけが頼りだ。しかしその肝心な大人の勝手な思い込みのせいで大勢の命が奪われた。大人は災害をなめていたのだ。それに比べ子供は大人より経験が少ないのに、授業で習った自分の命を守る方法をそのまま適用し、自分の命を見事に、釜石の小学校では子供の犠牲者がゼロだったのだ。これにはさすがに驚いて、今までの頼りにしていた大人の力強さは一体どこへ消えてしまったのか不思議に思うくらいだ。自分の命は自分で守る。これは大人にも子供にも変わらないことなのだ。次にカフェの泉さんに被災生活について聞いた。子供たちも毎日生きるのが精一杯で楽しいことはなかったが、贈り物が届いた時は嬉しかったそうだ。約 1.8 メートルの段ボールの壁に小学1年生が提案したポスターを貼り工夫していた。今は町を元気づけるためにお花を至るところに植えているが、花の近くには大きく太った毛虫がたくさんいました。リアクアーク美術館では被災現場写真203点、被災物155点、歴史資料等137点、その他被害文化も視点から考えるためのさまざまな資料を展示していた。先ほど被災物と私は言ったが、世間では瓦礫と呼ばれている。しかし美術館の学芸員によると、この瓦礫という言葉が使われていることに悲しいし腹立たしい気持ちでいっぱいだということだ。本来瓦礫とは木くずや小さな石ころを指す言葉であり、私たちの大切だったものの山を指す言葉ではないと、私はこの言葉が胸に突き刺さりました。帰り宿に行く途中、バスの中で震災リゲインという新聞を見た。購入で応援しようという記事を見つけ、そこに載ってあった女川カレーをお土産に買った。私にも何か協力できた気がして嬉しかった。この街の至る所で四つ葉のクローバーを見つけた。起きてしまった災害、それによって深く心に傷を抱えている人たち、この町が被災したのをクローバーが慰めているかのようだった。私たち子どもがこの被災を忘れないで未来へつないでいけたらと思う。この幸せへのクローバーは押し花にした。今回のツアーを通して自分の身は自分で守る、人に頼らないで判断する力を身につけるということができたら良いと思った。起きてしまった災害を悲しむだけではなく、災害のことをバネにして未来に私たちがつなげていかなければならないと思う。